松山市の城山公園で4年ぶりにお城下リレーマラソンが今日から始まり、参加した人たちがたすきをつないで走り抜けました。この大会は4年ぶりに開かれ、今回で8回目。今日は一般、女子、小学生など5つの部に、県内から125チームおよそ1000人が、城山公園のコースを28周して、42.195 キロを走るリレーに挑みました。大会にはロンドンオリンピック柔道金メダリストの松本薫さんがゲストとして招かれ、ランナーにハイタッチをしてパワーを与えていました。参加者は仲間とたすきと心をつないで、スポーツの秋に爽やかな汗を流しました。